はい、どうも皆さん、ケジオです。甘神やっていきます、ということで、多分今回で出会いルートが終わりなよな。こうやって愛ちゃんのアイコンがね、全部チカチカしてるんで、まあ終わりやと思うんで、まあ今日は全部見ていく感じかな。これさ、多分これこのびっくりマーク見たら会話が出るんよ、この2つ。ちょっと1個もったいないな、そうなると。まあでもそれはしょうがないか。せやな、1回会話して、でその後3回会話する感じになるかな、今回は。ということで、早速なんて七先にこのグルメ漫画を貸そう。寝る前に読んで後悔しても知らないよ寝る前に後悔読んでも、うん、寝る前に読んで後悔しても知らないよは、それ純一くんのさじ加減やからなる、孤高のグルメとか貸すんかな。おかしいな、七咲なら屋上にいるってクラスで聞いたのに。あそこで漫画を読んでるのが七咲か。おーい七咲、ういっす。あ、先輩。こんなところにいたのか。え、約束したお気に入りの漫画を持ってきたので。あ、今持ってるのがそうなんだ。はい、よかったら読んでみてください。おお、ありがとう。ええ、別に。あれ？でもこれって少年漫画だよね。意外と男の子っぽいものを読んでるんだ。うん、そうやんな。な、愛ちゃん確かね、前も言ったけど少年漫画が結構いいみたいな。最近は女の子だって少年漫画を読むんですよ。いや、まあ今となってはもうほぼ当たり前やけどさ、この時代ってどうなんやろ。いやでも読んでる人は読んでたと思うけどな。だって平成初期ってもうワンピースとか始まってたよな、多分。いやでもそんなもんかな。少年漫画、まあジャンプでやってたやつかは結構あるか。へえ、そうなんだ。もしかして女の子がこういうのを読むのって変ですか？全然変ではないけどさ。いや、これはもう間違いなく上やろ多分これ選択したらどっちでもええやろ。まあでも上やな。いや、面白いものは誰が読んでも面白いよ。そうですよね。おかしない。それを言うなら僕だってミアの少女漫画を読んだりすることもあるし。そう、少女漫画ってね、意外とバカにできないんよ俺は自分は持ってないけど、あの連れがね、結構少女漫画持ってるやつおって面白いよいろいろ。へえ、そうなんですか。それはちょっと意外ですね。まあそれと一緒だよ。あ、なるほど。あ、やった、テンション上がった何にせよ、この七咲のおすすめ漫画はありがたく借りさせてもらうよ。はい。ああ、それとこれは僕から今一押しのグルメ漫画なんだ。あ、先輩も持ってきてくれてたんですか？うん、約束だからねありがとうございます。あ、でも一つ注意があるんだ。あ、寝る前には見ないでねってやつか。え？この漫画は寝る前に読んだりすると思い出して大変なことになるぞ。まあ、いわゆる飯テロってやつな。グルメ漫画なのにですか？うん、それが面白いところなんだよ。あ、今読んじゃダメだってわかりました。ちゃんと寝る前に読むようにしますいや、よくないやろ、ね、寝る前に見たら。うん、そうしてよそれじゃ、
用事も済んだので、私はこれで。え、もう？この前みたいにギリギリなのは困りますから。ああ、それもそうだな。失礼します。うん、またな。そっか、七咲って少年漫画を読むんだな。確かに意外だったけど、少女漫画よりは七咲らしいって気もするよな。まあ、ちょっと失礼やけど、その感じはわかる。うん。よし、帰ったら早速読んでみるとするか。なるほど。で、会話だよな。うわー、一個見れへん。そうやな、これもサクサクいくしかないな。いや、マジ、アイちゃん、クソ難しいのよな。どうしよう。まあ、せっかくやし、漫画のやつ見るか。うん。お、長崎。あ、先輩。あのさ、今ちょっと時間いいかな。はい、大丈夫ですけど。じゃあよかったら少し話してもしようよ。ええ、いいですよ。でも、その代わり先輩一押しの漫画くらい面白い話をお願いしますね。めちゃめちゃハードル高いけど、それ。え、あ期待してますよ。マジかよ。えぐいな。あーと一個残ってる。いや、でも二択やな。そうやな。食べ物。ああ、よし。長崎の家はよく家族で外食に行ったりするのか。いえ、あまり行かない方だと思います。あ、そうなんだ。やっぱりうちのご飯が一番ですから。ああ、いいね。なるほどね。愛ちゃんって結構家事するんじゃなかったっけ。っていうか、そんなんあったと思うけど。まあこれも二択か。また、いや、さっき食べ物選んだからここは食べ物じゃないんちゃう。うん、同じのはさすがに来んよ。もう天才よ、ほら。ラジオって聞いたりするの？いえ、私はほとんど聞きませんね。聞かんねや。前に聞いたのがいつなのか思い出せないくらいです。でも実際あれやな、まあ、時代が時代かもしれんけど、俺も学生時代にラジオって聞かんかったな。ああ、今はなんか車でなんか気分転換にラジオつけようってなるけど、確かに考えたらないわ。そうね、世間話、勉強で運動罰だから運動以外か、とりあえず。で、3ターン目って行動入ってたっけか。入ってると考えて1個だから行動で埋まるとして、あとよな。勉強なんかな、こっちらへんやと思うよ俺。後ろ、後半、恋愛、おしゃれ、食べ物、娯楽。あ、まあ、娯楽食べ物はちょっとわからん。だから、おしゃれ愛行動とかね、普通にあると思うんで。だ、俺の予想やと世間話の後ろにおしゃれ恋愛行動って感じで、おしゃれ。おっと。そこか。まあ、ええや。長崎は私服でもスカートって履くの？履かなさそう。てか履かんよな。ほとんど履きませんね。そうよな。
へえ、そうなんだ。ええ、スカートは余計な気を使わないといけないですから。まあ純一くんみたいなやつおるしな。めくれたりとか？座った時に折れたりすることです。なるほどね。おめえ何余計なこと言っとんの。ほんまデリカシーのかけらもない男。もう最悪。いやでも困った時の運動、いやーないよな。いやまあ結局運動、あやった、じゃああそこ勉強確定や。次の体育は球技だといいな。先輩は球技が好きなんですか？うん、真剣にはやってるけど半分はゲームみたいなものだしね。それに試合の合間に長い休憩がもらえるじゃないか。そっちが本当の理由ですね。あ、いやそれくらいはわかりますよ。いやでもわかる、正直。なんかクラスでバスケとかするとさ、4つとか5つぐらいにさ分けてやるから試合観戦結構長かったりすんのよな。ちょっとやってもちょっと休憩みたいな、あるある。よし、アタック見れた、よかった。ねえ七咲。はい。なんやろ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。そう、この前はスカートの中身聞いたらパンツって言われたよな。え、今って制服の下に水着を着てる？どっちやろ。この前パンツやったから今回水着なんちゃう？それを聞いてどうするんです？それは、ははは、もしそうならちょっと見せてほしいな、なんて。クソ気持ち悪いでこれ。いくら、多分これもし付き合ってたとしてもこれ言ったら結構うざがられるというかキモがられるで。普通は今は絶対にダメです。パンツやな。ということは、パンツもしくは履いてない。はい。そうだよな、下着を見せろなんて冗談でも言えないよな、絶対あかん。もう女生徒指導連れてかれて反省文よ。仕方ないか、はあ、用事はそれだけですか？でしたら私そろそろ戻りますから。びっくりするぐらい惹かれてるけど。あ、うん、すみません、失礼します。まあ、そりゃそうよな、こんなん聞かれたら普通もうドン引きよ。またダメだったか。いやできればもうしやんといてほしいんやけど。もう一度ぐらい七咲のあの姿が見たかったんだけどな。お前はそんなことやから彼女できひんやぞ、本当に。やめとけ、そろそろ。もう聞くな。反応で察しろ、反応で。え、じゃあこれさ、ここの2つは見れへんってことやんな。多分この2つ放課後デートやと思うよ。え、じゃあこの1回ってやらんでええんかな。いや、一応見てみるか。うん、分からんからな。